水光さんの毎日要点よっ。はい、ごきげんよう。人生にですね、遊びが多すぎて、3歩進んで5歩下がるがデフォルトのですね、はい、主君研究家、水光です。遊びが多すぎて下がるっていうのが意味わかんないんですが、遊んでばっかりですね特に今年は花火大会とかですね、夏祭りとかも復活したのでもう本当にね、楽しみでいっぱいなと思うです、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、本日は、食卓に並ぶ、はい、美味しいものを作ってくださってます女性起業家の方にですね、ゲストとしておいでいただいております。生まれてからこれまでのこととかこれからのことについていろいろお話をね、後ほど伺ってまいりますんでお楽しみにと。今日の枕はですね、6外食についてですね、シャレになんないよねってお話です。6月25日にですね、終わった量販期間、これは食用でいうとこの、非常に危ない期間だったんですけど、前の回ではですね、私が直に相談に乗っていたカップルの終焉についてですね、お話をさせていただきました。それをですね、分かりやすく公に見せてくれてるってのが芸能人と言われる方々ですね、はい。うち本当にうちですね、2006年からテレビないうちですね、うん、はい、テレビないんですよ。で、世の中に気を配る余裕もなくてですね、非常に世情に疎いということになってるんですけど、ここ大事でしょってとこだけはトモさんとか友達からですね、あれ見たっていうふうになんかこう LINE とかでお知らせをね、いただいてありがとうございます。この間もね、はい、もしや歴史の1ページ、ドイツの壁崩壊みたいなぐらいの何かになるんじゃないかと思って、はい、とりあえずこれ知っといた方がいいんじゃないのと思ってね、思わず連絡しちゃいましたねワグネルのね、投稿とかね、ありがとうございます、本当にね、はい、いや本当助かるわ。それでね、このね、量販期間っていうのはね、年によって多かったり少なかったりするんですよ。で、今年は去年の3倍、何回かもこの番組でも言ってますけど、去年の3倍あってですね、まあ、大体6月の25日までに消化はされてるんですけれどもさ、あと6日間だけこぼれてるんですね。これが7月の18日から7月23日というこの6日間なんですけど、ここ吉凶があべこべになっていて、特にその期間のね、特有の最強、今日ってのはやばいの今日ね、はい、最強の6外食にはですね、庄司が大事になっちゃったり、隠していたことが露呈したり、えらいこっちゃってのをですね、覚悟してね、過ごしていただきたいということなんですけれども、はい、この間もね、吉凶あべこべなんて話してましたよね。で、その今回新しいワードです、6外食、えらいこっちゃになっちゃったっていう、その、はい、芸能人は、うん、どんな人がいるんですかね。いろいろいすぎてですね、どれにしようかなって感じなんですけど、はい、私も疎すぎる方であるんですが、猿之助さんだけはね、ちょっと気になって調べました。歌舞伎結構好きですよね、なんかな。なんか気になるよね。特に歌舞伎見ますかって言われたら、まあ見ます、好きですぐらいな感じなんですけど、まあ特に猿之助さんはね、年と月の巡りもあるんだけど、明らかに自宅でですね、ことを起こしてしまった日というのは。六外宿のうちの一つで、仲間とか家族を失っても二度と取り戻せないっていう、そういう日にですね、バッチリ当たってるんですね、はい。でもね、彼だけじゃないの、やらかした人ね。昨日ちょうど宿用の竹本康生先生の月一の教室でね、もう出るわ出るわ、はい、過去に遡ってもいろいろ聞いててうひーって思ったんですけど、いっぱいいるわけですね。他にもどんな方が。そうです、皆さんがご存知のところで言えばですね、例えば今回の、ね、陸外宿で言えば、広瀬涼子さんと、はい、鳥羽シェフとか、文春法をきっかけにね、広瀬さんがほにゃららを認めた日が、まさに陸外宿ど真ん中とか、どうしてああいう運びになったのかとか、なぜバラたのかって背景も含めて、宿用だと全部理解がいくように説明がねついちゃうんですよね。突然認めましたからね、ちょっとびっくりしましたよね。そうなのよね、あれね、で他にお騒がせのガーシー元議員とかね、永山絢斗さんとか、あと元 NHK 党の立花孝志さんとかの揉め事とかね、党内のごたごたですか。ね、これもね、昨日一応研究として先生から振られた課題の中にあったんですけど、これが全部ですね、量販と6外宿で説明がついちゃうっていうところがね、すごいなと思いました。宿用先生術はい、これから私はこの同じ人たちをテーマに、市中水面で分析をしようとしてるんですけど、これもまたね、ちょっと結果出たらお頼み市民にこちらでもご報告したいと思います。過去に遡ったってことは、もう最近の人じゃないところとか、いろいろ
他の人もいっぱいいたんですよね。いるのよね。私もねまだ検証してないんですけど、うん、あの教室で出た名前としてはあの某のりぴーの、はい、坂井のりこさんとか、うん、昨日歌ってましたね、うん、歌ってましたよね。タイムリーですね。グーはい、あの沢尻レリカさんとかですね、うん、はい、あとはお塩学さんとかね、はい、あの私も気になる事件をそれぞれ調べてみよっとと思ったんですけど、あの例のあの自分お羽を打ち晴らしました的にあのメディオンに出てですねいろいろ喋ってらっしゃるあの例の鳥羽シェフなんですけど、いやこれから先7月6日とか15日とかにはまだもう一波乱ぐらいあんじゃねって感じですね。はい、あの両班終わってるのでもうそんなに騒ぎにはならんかもしれんのんですけれどもさ、もしかしたらもしかするので、うん、まあ、ここ楽しみにしたらいけないんですけどね。ちょっとキャンドルさんの方もいろいろあるんですか。いやキャンドルさんの方はねまだね私は未見です、うん、ちょっと次回までにじゃあキャンドルさんの方も、はい、ね、彼もいろいろなんか喋ってらっしゃいますよね。喋ってらっしゃいますよね、うんうん、今なんか結構あの家庭を守るお父さん的な器のひどい、うん、あの何旦那的なスタンスで今言われてますけど、いやもうそうでもないです。いろいろあります。いろいろ出てる。早い、もうメディアについていけない、はい、はい、まあ、でもねあの、はい、いろんなものが説明できてしまうということですよね。そうなんですよ、当たっちゃうってことですか。当たっちゃうんですね、まあ、あの当たるっていうかもうそこに来てる運気にまんまと当たりはまりにいってるっていうかですね、うん、結局ね日頃ね何をやってるかでそこにね現れてくると思うんですよね、うん、あのまあ、昔の言い方ですけども悪因悪果、悪いことは悪いことすれば悪いあの報いが来るし、善因善果、いいことすればいい報いが来るよ、まあ、つまり因果応報ってやつですね、はい、何か行動を、ね、するとき、なんかこれちょっとずるいこといかんことしてるなっていう自覚があるときは、まあ、人間だからありますよ。やんなきゃいけないときとかやっちゃうときとか、ただ覚悟してやってくださいね。それも、まあ、自覚のうちなんで、まあ、それでね万が一ねなんかやらいこっちゃになったとしても、もっと言えばそれも人生の妙味なんで楽しんでください。はい、はい、で人間関係がねどうしてもね下せない、例えばあの会社の中でチームの中でどうしてもこの人と私うまくいかない気がするんです、いじめられてる気がするんですとかいう時には、私の人生のこの事件は何だったのという感じで知りたい人は、下北沢自由が丘もしくは浅草へいらっしゃい。ちょうどの冥王星がねあの山羊座の位置に戻ってきてますんで、過去を振り返るにはちょうどいい時期ではございます。はい、7月下旬にですね私のネットショップ水耕社でもですね、リニューアルするんですけどね今度ね、はい、今準備してますけど、はい、ご相談を引き続き受け付けております。はい、水耕さんのセールストークがバッチリ決まったところで、はい、今回の光のキーワード言ってみましょうかね。せーの、この世はうっかり因果応報、暦を踏まえて災難を避けよう。Thank you.
ました。ゲストコーナーでございます。本日のゲストは、株式会社9代代表の上田よしこさんにお越しいただいています。こんにちは、よろしくお願いいたします。9代の上田でございます。お世話になります。はい、あのですね、上田さんと私のなれ初めがですね、自由が丘の店にですねいらっしゃったお客様でいらっしゃいまして、いつもですね美味しいものを差し入れのコロッケ、コロッケ美味しいんだよね。黒毛和牛のコロッケ、黒毛和牛のコロッケね。そうなんですよ。もうね、他でね大きいの、はい、いつもこうな心身ともに疲れ果てた私のこう胃袋にキュッとこう染みていくというですね、はい、私の自由が丘の心の姉でございます。はい、そうね、ご本人とにかく事業にまっしぐらでですね、あの神仏に関しても大変信心深い方でしてね、どうしても応援して差し上げたいというのが私の本音でございます。はい、まだお稲荷さんのお掃除続けてらっしゃいます。お稲荷さんとあと氏神様も朝から、ね、はい、って帰りにゴミをちゃんと拾いながら、はい、やっております。もうね、全員善家だから、うん、いや、いいことすればちゃんと帰ってくるから、はい、本当にね、はい。そしてですね、上田さんが制作から販売まで手掛けてらっしゃるのがこちらでございます。はい、で映るが来たこちらのね、はい、9代さんのホームページなんですけど、つくだ煮の海苔のつくだ煮ですよね、はい、そうです、はい、これもともとお母様と上田さんがお家で作ってらっしゃった感じ。そうなんです、うん、はい、これは、自宅用として作っていらっしゃったと、ね、たくさん作った時何近所に分けてたの。そうなんです、知り合いの方とかご近所の方にお裾分けでお渡ししてた時に皆さんがとっても喜んでくださるの で、ですよね、はい、調子に乗って作っておりました。いい調子乗り方です、はいはい、もうなんならどうして私近所じゃなかったんだろうって感じですけど ね、 本当にね。いや、もうね、このね、前にこれちょうど今日あのパッケージ入り、これ瓶入りの分なんですけど、こう素敵なパッケージに入ってね、ちょっと贅沢な、海苔の佃煮としてですね、瓶詰めの9代を発売されたのが2020年。はい、うん、でもこれより前には20年にわたってソフトウェア開発の事業を、そうです、はい、やってらっしゃったと、はいはい、食品業界って全然違うとこじゃんすか。そうでございます、はい、参入というか結構勇気がいったんじゃないかなと思うんですけど、舵切ったきっかけってあるんですか。そうですね、舵を切ったきっかけっていうのは、そのソフトウェアの業界事業を、うん、主人夫がもともとメインでやってたんですけども、薬物療法の効かない難病にかかってしまったので、うん、重い話です。そうなんでございます、はいはい、そうか、じゃあそちらも諦めてという感じですかね。そうですね、はいはい、夫に代わる、うん、どなたかをお願いして、うん、その外部から人材を集めてっていうことも考えてはいたんですけども、うんうんうん、やっぱりちょっとそういうこと厳しいかなって思ったので、そのソフトウェア業としては事業の継続はちょっと厳しいかなと思って、うん、でその先代の父と夫から強く勧められて、うんうん、はい、私が代表をついでしまった状態になりました、はい、でそうなると私自身何ができるかとか思った時に、うんうん、やっぱりその自分にできることはやっぱりその皆さんから喜んでいただけてたその佃煮、うん、はいはいはい、あとその、うん、保存期間も長いの で、うん、そうですね、うん、だからちょっといいかなと思って、そうなんです、食品事業入って参入いたしました。いや大変でした、ね、2020年ちょうどコロナ。そうなんです、ね、だから営業がなかなかね、うん、思うようにはいかなかったのですけど、うん、今ちょっと緩和されてきたので、うんうん、本格的に動いております。いや、もうね、上田さんの名刺拝見するとですね、もうね、もうすごい個性的なんですけど、もうね、一生貫く社会性をね、示すとこに、真面目な王様って推しが出てるんですよ。はい、いつもこう最前線で身を粉にして働いて、で周囲にも気配りを忘れない、努力家の経営者っていう像がこう浮かび上がってくるような名刺なんですけど、かといって、ガチガチに働くのを良しとするかっていうと、そういう時じゃなくって、もうね、すっごい優しい気持ちがね、ど真ん中に、心の中にあって、はい、周囲の話にも耳傾ける、うんうん、まあ、超絶バランスのいい人、はい、で、ありがとうございます。いや、本当にね、ありがたい。いや、よしこさんみたいな人が例えば上司とか仲間にいたらもう最高です。いや、嬉しい。超働きやすいです。嬉しい、はい、で絶対に人を裏切ったりですね、ワンにはワンナにかけたりとかすることのない、いや、そういう発想がない人なんですね。あ、でやっぱ優しい気持ちで接すれば 120% の勢いでいろんなものを返してくれるはずの人なんです。はい、はい、
まあ、人格的にはもう、お墨付きなんで占い師としてはね、はい、ぜひ皆さんもお付き合いいただければと思うんですが、少なくとも私とはですね、三徳仲間っていうのはそういうちょっと括りがありまして一緒にいると居心地超いいです。私も居心地とてもいいですありがとうございま す。そう、でもなんか裏切ったりとか騙したりはしないんですけど、裏切られたり騙されたりは多々、あります大丈夫なんででしょうそれもスパイスのうちだから分かりますそれもいつかこうひっくり返った時にはぁすっきりしたっていうことのためのこうためっていう感じ、はい、だと思っていただければと思います。はい、というですね、なかなかこうシャキシャキ お話しいただく愉快な上田さんなんですが、はい、子供時代から現在までをですねそして乾杯商品の海苔の美味しさまでですね、まるっとご紹介する短い動画を作りました。はい、こちらをご覧いただきながらお話を伺いたいと思います。それではビデオスタート、はい、奇跡だよ奇跡奇跡かもしれないね、はいはい、江田さんってこんな人5分で分かるの本当にすごいよね、はい、はい、あ白黒で可愛い3ヶ月シッカロールがそうあれシッカロールだよね、シッカロール、そうね、天下粉って言ってましたね、はい、そうですね、ポンポンね子供のね汗もよけでね、そうなんです、その時代が分かります、分かるよね、はい、いやもういやこれは何遠足かな、これは多分ね兄弟の運動会か何かの時だと思います ね、うん、なんかもうこの時からお顔が変わらないって言っていい、可愛いんですねありがとうございますなかなかポジティブ思考好きです。あもうここでもすっかりちゃんとして、そうなんです、うん、5歳の時ですね、お家の近くかな、そうです、お家の前あたりですね、なんかもう着てるワンピースとかがもう、はい、もう銀紙チェック、はいはいはい、これ幼稚園の6歳の時の写真ですね。お幼稚園制服あった、そうなんですよ、はい、制服ある幼稚園って結構高いとこじゃない、そうでもない、はい、なんか可愛いよね、あかわあなんかこれはね走るのだけは早かったんですよ、あの先頭の子やね、その抜いてる子です、こう手前から抜いてる子やね、あれからバーッと抜いて切り離したんですよここ動画で撮っとかんがいいって感じですよね、ビデオがないのね時代的に8ミリビデオだったねこの頃ね、きっとね、あこれは何、それがその時、そうなんです、後ろなんで傘かぶって貼りますのね、どなたか分かんないんですけどねいやもう可愛いな可愛いな、ちょうちんブルマが ねそうやね、お天気やったね、えなんかいけない文化的なエレクトーンをね習ってたんですよ、エレクトーンの発表会です、あったね、はい、エレクトーン習ってはった、エレクトーン習ってた、何弾いたか覚えてます、ね、小僧の行進曲かなんかだったと思うんですよ、あ分かる分かるこれはね、これ本当走るの私早くて、体育の授業で、新記録出したんですよ中学校かなんかのガチじゃん、そうなんです、でそれで高校を、熊本のそういう陸上の早いとこに行けって言われて断ったんですけど、断ったんだ、でこれは中学校の家庭科で初めて自分で作ったワンピー ス、あ、かわいい、中学校の屋上なんです、はい、上履き履いてます結構でもちゃんと切り替えとか入ってますよね、そうなお上手なんで、これはもう人生最大の出吹きですなんかもういけないボッキンボンな感じになってますけど、ボッキンは一段バラでしたね、三段バラがつながって一段バラでいくつぐらいにこの時18、19ぐらいですね、あもう一番ね、そうよく食べてました、はい、この時その時の息づきの天井点が来てますよ先生、ブッシャリ島です、ブッシャリ島です、はい、これ日本、これ近所にあったので、あそうなんや、はい、これも18、19ぐらい、そうですね、その流れで、かわいらしな、はい、これが20歳ですね、なんでいけないこうシュンって大人になるの、大人20歳ですもの、そうやね言うてみたらそうやけどね、もういかん、もう今金魚鉢、金魚鉢の方からスタッフさんがあってもう拍手して本当に鳥さんも踊りましたね、ごめんね、はい、これが、これが20歳、21ぐらいですね、ちょうど夫と出会って付き合い出したので、山登りしてる、違う、いやこれね上神社なんです、直帰、これこれあベストですね、ああベスト、ベストです、直帰って言わけごめん、これがその時の今の夫です、もうやんちゃなね、やんちゃ、ヤンキーじゃないんだよ、やんちゃなんだよ、やんちゃだっただけで、ね、見た目だけです、わかりました、はい、でも優しい人やもんね、はい、いやでも何もうこの頃からもうお付き合ってあった、そうですね、でこれは職場ですね、これは県庁で働いてた時、あなんか手堅いとこ来た、はい、はははは、神奈川県、長崎なんですよ私、九州の、はい、長崎県庁ですね、なるほどね、でこれが
こちらに出てきて、はい、はい、ちょっとあの化粧が濃くなったんでございます。ちょっと垢抜けてらっしゃいますけれども、はいはい、都会の風はな、はい、こういうことやね、はい、はいはいはい、なんか時代出てますね、あのこういう髪型に。そうですね、はいはい、あ、と言いましたよ。でこれはもう、はい、あの阿波踊りをやってたので、はいはい、男踊りで、はい、かっこいいね。これどこで踊ってはったの？これあの中目黒の、本当中目黒書いてありますが、銀座連に入っておりまして所属してて、はい、でその後はフラメンコの発表、あてやかな感じになってますよ、はい、これ、はい、フラメンコ踊るんやね、だからね。そうなんです、ね、これはソロで踊ってたやつですね。これが50前半の時かな、うん、はいはいはい、でこれがあの60代入った時の、ごめん言ってる意味わかんないんだけど、はい、これもフラメンコ、フラメンコです。しかもこれ男じゃないの？うん、これはね、うん、帽子をかぶって踊る踊りなんです、うん、そうなんだ、はい、これ宝塚のトップスターかと思った、うん、そうでございますだから顔隠してるんです。すげえスルリと飲んだよこの人、すごいよはい、ここから始まりますよ、はい、ありがとうございます。佃祈りですね、はい、はい、これですよ。そうなんです、はい、もうお電話でも申し込みかなんですね、はい、はい、あのお電話番号はそこの QR から抜いていただくと、はい、ホームページにちゃんと飛びますんでね、はい、お願いいたします。いやー、なんか美味しそうですね。美味しいんです。実際美味しかったんで私は食べましたはい。これがね、卵かけご飯にねぴったしですよ。そうなんですよ、はい、そうなんですよ美味しいんですねこれね入れるとニヤニヤしちゃうけどねこれ9代ってものね。そうです、会社の社名にもなってる、はい、でこれが一生ですね、はいはい、これが唐辛子がないやつね、はいはい、お子様にこれはね、白いご飯に最高です、はい、ほっかほかです、ごちそうになります。あとあのほらわさび味がお好きな方はチューブタイプのを入れていただいたりとか、うん、生姜味とか、はいはいはい、からしとか何でも好きな好みの味に変えれます。うん、はい、でのパウチもあると。そうですね、うん、あの瓶の開閉が苦手な方とか、ね、自宅用でお手軽にっていう方たちを対象に。そうね、瓶はやっぱりお使い物にしたい感じ。あ、これ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 、うん、はい、もうね、金粉入るって本当？あの、はい少々ですがね少々ですがね少々ですが、いやでもこれなんか引き出物でね、結婚式で金粉入りのお料理いただいたら嬉しいなって思いましたね、はい、これはね。いや、もう今からいろいろ掘り下げますよ皆さん、これなんで9代なのか、なんで一生なのかみたいな、ね、うん、ところをね、はい、ですね、なんでそもそも9代なん？あ、これはね、あの、うん、父と母の名前なんです、うんうん、で、あの父が小一だったので、うん、母が久代だったので、うん、そこから名前をいただいて、うんうんうん、9代と一生っていう形にしたんです。ああ、お母さんの久代さんを音で9代って読み、うん、そうなんです、読みを変えて翔一さんはこう入れ替えて、ね、そうそうなんか翔一じゃなんか売れなそうな感じがしたので、まあね、ひっくり返して読みやすいように一生で。お母が翔介さん、あれは翔介さんね、ごめんごめん今現在お客様が結構高齢者が多い。そうなんです、はい、電話注文が来るんですね、うん、そうなんです、あの、はいはい、ネット注文ではなくて、ね、お電話の注文が多いので、そうすると、はいはいはい、うん、今日はお父さん2つに、はい、お母さん3つとか、はい、今日はお父さんいらないわひどいそうひどいんですかわいそうとか思いながら今日お母さん2つでいいわとかそういう注文であの笑いながらあれですね、お客さんもなんかこう大体知ってはるって感じがね。そうですね、はい、いいですよねいや、もう本当に朗らかというかですねいい感じ、お客さんまで含めていい感じのソサイティができてると思うんですけど、はい、この9代と一生を通して、世間に伝えたいことがあるとすれば何でしょうね。そうですね、私はその人の笑顔を見るのが大好きなんですね、うんうん、でその人を笑顔にしたいとか、うんうん、ちょっとでもいいからなんか世の中に貢献できたらいいなとか、あとそのちょっとでもなんか幸せを感じてたらその犯罪に走る人が少なくなるのではないだろうかとか、はい、それなりに幸せを感じてたらとか思いながら、でそれであと、うん、そういうことを考えてその、うん、美味しいものを食べてて怒る人はいないじゃないですか。まあおらんな、ね、うん、そうで、そういうのを見てると、あと、うん、本当に人の笑顔を見ると自分も幸せな気持ちになるので、うんうん、この作る時もやっぱりその人の幸せを願いながら作らせていただいてるので、うんうん、この気持ちが少しでも伝わるとありがたいなとは思っております。いいですよね、うん、
でもね、皆さんこんな話聞いてね、いや、ええ話やんってでしょ普通に思われると思いますけど、これね、演出でもなくてガチなんですよ、この方の場合。本当に芝居とかできる器用さはね、名式にもありませんでした、はい。このガチさ具合がですね、商品にもよく現れてましてですね、ビデオの中にもありましたが、9代にはですね、いわゆる大手某若狭生活さんとか某サントリーさんとかね、大手企業さんでも盛んに商品化されてるですね、超強力な抗酸化作用を持つですね、アミノ酸が入っておるんですよ。美味しいものにさらにその機能性を加えた理由があれば。あ、そうですね、サプリメントってその、体にいいからやっぱりこうそれぞれ皆さんこう取られると思うんですけど、でも買い忘れがないようにってその定期購入をすると飲み忘れてどん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 溜まっていく私なんですね。そしたらどんなにいいものでも意味がないしとか思ったので、でその佃煮の中にそういう成分が入ってると、その朝ごはんでも晩ごはんでもなんかちょっと食べるときにもうほんのちょっといただける習慣さえ、ご飯は必ずいただくでしょうから、でその中でそのお口として体の摂取できると無理なく健康につながるのかなと思ったので、一応そういう機能性食品じゃないんですけどエルゴチオネインっていうのを入れて販売してみようって考えたんですけど、そうこのエルゴチオネインね、今からいろいろ喋ってみようと思うんです。エルゴチオネインね、はい、皆さんご一緒に、はい、エルゴチオネイン、はい、なんですけど、はい、私の B 型、まあ、血液型 B 型でですね、まあ、いわゆるクワ型以下と言われる B 型なんですけども、あと発達のですね、まあ、毛がある私にしてはですね、毎日決まった時間に同じことをするって本当にクズなんですよ。溜めました。はい、溜めました。はい、ところがこのありがたいことにですね、年取ってご飯等にもなったんで、ほかほかご飯に、佃煮のりとか、もうこれね、朝の喜びなんですよね。もう最高すぎでしょって私は思ってる。でも本当そうです。そうですよね。美味しいです。ちなみに海苔って消化酵素日本人しか持ってないんだって。あ、そうだ、言いますね。なんか海外の人が食べるとお腹壊すとか言われてて。なんか合わない方は多いみたいですよね。なんか。いや、なんか生卵も食べないんで、あれ食材じゃないんだよね、食べないって言いますよ ね、火通さないと食べられない。ロッキーのあの映画は気持ちが悪いとか散々言われてましたけど、ごくんごくんですもんね。そうそう、ゲロって言ってましたけどね。いやもうね、朝ごはんで上田さんとこの海苔いただくたびにですね、日本人で本当に良かったって日々思っとりますが、もうこれもガチです、はい、ありがとうございます。ね、兄弟に入ってるあれはたもぎ、タモギだけの中に入ってる成分なんですけど、エルゴチオネインはそのタモギだけ以外にも入ってはいるんですけど、そのタモギだけ自体にたくさん入ってるっていう成分なんですね。で、体内では作れないので、やっぱり口から摂取するのが一番なんですけど、やっぱりビタミン E の7000倍の抗酸化作用があるので素晴らしいんです。7000倍きた。そうなんです。本当だ、本当だ、ちゃんとほらマークアウトしてくれてる。あ、さすがね、そうなんです。鳥越らずのスタッフはね、本当にそうだから、アンチエイジング美容とか、あと認知機能の予防にもなるということで、維持をしていく、そう、ね、で生活習慣の予防にもなるってことで、結構サプリメントはたくさん出てるみたいなんですけどね。出てましたよ、ちょっと調べてもすげえ出てきて見ましたよ。そうなんです。、はい、でこれ幸いのことに高熱120度の熱をかけても、成分が変わらないものなんですね、なのでその佃煮を作るときに混ぜても、問題はないなってことで判断して、そうなんだ。とそのエルゴチオネインっていうのはその長期間体内に蓄積ができていくものなんですよ。食べてすぐ出てかないって感じ。そうなんです。だから毎日少しずつ摂取をすることによって、機能が増してきますし、相乗効果だと思うんですよね。そうなんです、だんだんね、そうなんです。そうで取りすぎて、その副作用があるってことも報告今の時点ではありませんので、素晴らしい、そうなんです、素晴らしすぎるね。そうなんです。夢の食材とか夢のなんかもう、はい、栄養成分っていうか、ね、そうなんです、日々の健康をね考えなきゃ。もうね、大事なことですよね。そうなんですよ、本当にね、もう元気でないとね、おもろくない。そうです、やりたいこともできん、そう、本当そうです。もうね、大抵の効くもんっていうのはね、過剰摂取すると効くだけに
弊害が出がちなんですけど、うん、もうこれ本当にありがたいですね。そうですね、未だかつてまだそういう報告はない、うん、ちょっとね調べてみてもね、うん、某サントリーさんとか某ユーグレナさんとか某北斗さんとかね、あのこぞってそのエルゴチオネインを、ね、称賛してらっしゃるんですけど、これをサプリじゃなくてご飯として食べれるっていうのが私発想として好きですね。あ、でも本当そうなんですよね、うん、自分自身がそういう継続してサプリメントを飲める性格じゃなかったので、うん、そういう発想が出てきました。ありがたい、ありがたい、はい、そうもうね、皆さんお分かりになりますか、ちょっとねお肌ねツヤツヤなんですよ、はい、さっきもちょっとお話をしてたんですけど、なんでしょうね、いわゆるこうツルツルスベスベ、今ね一緒に控え室にいて、 私とトモさんは比較的ふん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 ってやってたんですけど、うんうんいい、あいいです、もうはいはい、口紅だけ塗ってはいみたいな、そんな感じで。でもこのツヤツヤ度加減、これどうなの、うん、エルゴチオネイン効果。そう、最初は気づかなかったんですけど、よく言われるようになって、サプリ何にも取ってないですね。でそうするとエルゴチオネインしかないかなとか思って、心当たりが、そうなんです。で主人も病院で看護さんたちからなんかすごく男性なのにツルツルなので、お化粧品何使ってらっしゃるんですかとか、ちょっと待って、ご主人が、そうなんです。でそれで上田さんはツルスベ肌だからって言われてそう、献血する時も腕もツルツルらしくって、そう、何を血液検査する時に出し出すもん、こうやってね、お顔とか見て何の化粧品を使ってらっしゃるのだろうと思って、何も使ってないのにで2人で、エルゴチオネインだねって、そうなんです、もう自らがもうすでに、そうなんです意識してなかったんですけど、はい、これが証明で、はいはい、テカリでございます。テカリでございませんので、はい、間違いないです。すごいですね。そうなんですよ。いやいや、もう実際ね、うん、お目にかかるたびにちょいちょいいらお店来ていただいてるんですけど、はい、なんかご相談はなかなかね、うんうんと思いながら聞いてるんですけど、うん、でもなんでこんないつもツヤピカなんだろうと思いながら見てはいた、はい、はい、エルゴチオネイン、エルゴチオネイン、はい、つけ焼き場のね美容じゃないですよね、はい、何もしませんし、めんどくさい面倒なこと大嫌いなんで続かない。ちなみに血液型なんですか。大型です。大雑把の大型、はい、そうなんです、うん、でも姉御肌の大型と思うよね。あ、大雑把の方が強いかも。そんなことないやろいやもうね、エルゴチオネインやっぱり体の内側からね、うん、こう整えていくから結果が手堅いんですよね。うん、そうです、うん、そしてもう今ここまで結果出てるんですけど、だがしかしここでとどまる上田さんではござらん、はい、野望がいろいろありますよね。そうですね、はい、じゃあどうぞぶちかましてください。よろしいですか、はい、海外の方たちやっぱり腸に合わないって言ってもやっぱり海苔の佃煮とか、はい、わさびなんかもそうなんですけど、うん、日本の食材に興味を持たれてる方たちも多いですね、結構ね、多いですね、そうですね、そうなんだから、そのまあ大使館を通してとか、そういう海外の方たちにこういう佃煮があるんですよって、その本当に保存料とかも一切使ってませんので、はい、無添加ですしって、で本当に本当に美味しいんです、なんか作ってる私が言うのはあれなんですけど素材がいいのよね。そうですね、一つずつ材料を厳選して、うん、もう最初は、これかなって、とりあえずいいなっていうのは集めて作ったんですけど、でもやっぱり一つずついろんなとこから厳選するとより美味しくなりましたので、それで商品化していきましたので自信はあります、うん、でだからそういう海外の方たちに向けるその、うん、海外旅行向けの雑誌とかございますよね、うんうん、そういうのに掲載したい、できたらいいなとか思って、どうやったらこれロンリープラネットって、そうです、うん、こういうのに掲載できたらありがたいなとか思ってるんです。なるほど、はい、そうですよね、なんかそのメディアにポンと紹介していただければまたそこから広がっていくみたいなね、そうですね、こともありそうではあります。ビーガンレストランなんかと結託って言った言葉が古いんだな、タイアップしてみたいなことですよね。あ、本当です ね、うん、なんかそういうのもあってもさそうだなですね、そうなんですよ、あとはその、お渡しした方とか購入なさった方たちはいろんなお料理にアレンジなさってくださる、うん、でこんなにやったら美味しかったわとか、パスタとかこんなしたら美味しいわよとか作り方をいろいろ教えてくださる。パスタ、そうなんです、であとその本当にトッピングにしても
あの一品ワンランク上になるしって、ただの冷ややっこがなんかちょっと違った味になるわよとか。なるほどね、うん、いろんな形でその先ほど水子さんが言ったように、うんうん、卵かけご飯にあれもトッピングの一つですけど絶対につけるそう、そしたらあの料理関係の方たち、うんうんうん、そういう料理人の方たちのアイデアで、うんうん、素敵な器で捨てれなお料理になんかトッピング、うん、素敵だ嬉しいなとか思って、私が想像のつかないアレンジっていうのもきっとあるのかなとか思って、もう餅は餅屋ですか、そうですね、なんかありますよね、そうですね、なるほどね、そう、そんな感じで広められたら嬉しいです。私もそれはちょっと応援したいところであるんですけども、いやね、あの、まあ、手前味噌の話なんですけど、あの去年8月にこちらでね、うん、個人 の, そのヨーグルト研究家の方が、うん、あのいやこんな研究してますとか、ちょっとこんな展開したいと思います、うんうん、まあ、個人でやるにはちょっと器の大きいことを考えてらっしゃったんですけど、うんうん、関心のある企業さんからの声でお待ちしてますって2人でここ で, です、ね、呼びかけてみたんですよね、うんうん、なんちゃってみたいな感じでしたら、うんうん、本当に来ちゃってね、あ本当に本当来ちゃってね、はい、お待ちしてます。今あの彼女の研究員として迎えられてですね、あ素晴らしい、はい、あの某会社さんに、うん、はい、あの縁づきましたけど、あすごいすごい、 ですよ、それすごいですね、いやすごいなと思って、すごいすごい素晴らしい、私がすごいじゃなくて、まあ、彼女のまあエネルギーもすごいんですけど、上田さんのエネルギーもすごいよ、言っとくけどね、はい、もうね、すごい、お待ちしてます、ね、野望はね、こうやって言語化して発信して金ですね、そうですね、はい、発信しなければ妄想もしくは泥なんで、そうですね、はい、結果が出て、まあ、私も嬉しかったんで今回もいい資料が見つかります、ありがとうございます、はい、だから本当あのエルゴチオネンの入ってる佃煮はもう本当に健康食品を取り扱ってるお店の方たちにご縁いただけたらありがたいなって思ってます。そうですよね、健康食品もしくはあの何無添加無農薬スーパーみたいな ね、うんうん、とこ最近増えてきましたからね、はい、もうぴったりの商品なんじゃないかと思うんですけど、いやもうね、お待ちしております。あのよくね言われるんですよ、その商品がいいってだけで売れると思うなよってよく言われるんですよ、そうですね、はいはい、そうですよね、うん、って思うけど、だがあえて言う、うん、はい、いいものはいいんだよそうです、そういいものはいいんだよ、私は美味しいんだよ、はい、ありがとうございます、はい、このパッケージもねちょっとあれなんだよね、ただの、あの紙屋さんに作ってもらってるわけではないんですよね、あそうですね、はい、これはあの大阪の知的障害者の工房で、うん、はい、はい、作っていただいております。かっこいい、うん、ここにねあの黒いあのうっすらとしたあの浮き印が見えると思うんですけど、非常にあのデザイン的にも美しく、この何これあのこの組み立て工作をやってもらってるってこと、あ、うん、組み立てはもう、うん、あのぺったんこで、うん、組み立ては入れるときに商品を入れるときにこちらで立体にはしてます。なるほどね、そうなんかもともとこれを、何綱渡しじゃなくて、していただいた方がやはりもともとそういうところの送迎のバスの運転手さんだった、そうですね、うん、でそれでその方はあの、うん、知的障害者の方たちが一生懸命働いてても、うん、やっぱり月々 お小遣い程度にもならない賃金でなんとかするにはって、やっぱりその仕事の数を増やしてあげるしかないと思って、うんうんうん、こういう感じで発信をなさってる方なんですね、うん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 、でそれでたまたまデザインこういうのがないかなと思ってたらちょうど一致したので、でこれをあの海苔の佃煮用にちょっとアレンジしてほしいってデザインを伝えて、こういう形でご縁をいただきました。なかなかね最初見た時におしゃれだなと思ったんですよね。 ありがとうございます。もともとはねクッキーを入れてるようなお箱だったんです。確かに、うん、あのケーキ屋さん の, あのカウンターの上とかに並んでて、これにクッキーが入って、これ確かにこの黒のシックな色ではなく、そうピンクとか、まあ、パステルカラーだったら可愛いってクッキーボックスになるわけね。そうなんです。なるほどね。いやこれはなかなかいい適用だったんじゃないですか。おかげさまでいいご縁をいただきました、ね。本当ですよね、うん。ということでですね、今あの川崎市の方で、はい、ふるさと納税、そうなんです。返礼品の、はい、対象になっておりますので。素晴らしいですね、はい、これはもうまさに郷土愛あふれるという感じなんですけど、そうです、川崎市にも貢献してございます、うん、なんかですまたちょっといいニュースあったんですって、うん、あなんかあの、うん、まだお話だけなんですけど、うんうん、その川崎市を通してあの海外の方に何か出展してみませんかっていうお声もいただいたので、うん、川崎市の方から、そうなんです、ちょっと嬉しくなっちゃうね。そうなんです、うんうんうん、だからあの説明を聞きに7月に息子と次男と行ってまいりますので、うんうん、いい
方向になんかつながっていければありがたいなって。いや、つなげていきましょうよ、はい、ここは一つ、ね、つなげたいです、ねね、うん、実際にあれでしょ、これ作ってらっしゃる時とこう暑いんだよね。暑いです。お一人でこう魔女がこう鍋を、そうです、鍋こうやって作ってらっしゃる、ね、はい、そうです、もう見た鍋で見た鍋でやばいやばい、山んばじゃないんだから怖いんだから。いっぺんにこうって何瓶ぐらい作れるんですか。22、3個ですかね、1回の量が、はい。じゃあもしもロッテ、例えばそのさっきの金粉入りとか、ええ、お願いするんだったら、まあ20個ぐらいをこう 1ロットにして。そうですね、だいたい1日でもうめっぺ頑張って100個ぐらいは作れますので、うん、100個までは受けれます。死んじゃうよそんなんやったら死んじゃうよ暑いよ。暑いですよね。でもやれますので大丈夫ですか、はい、もうあの男気あふれる、はい、ご回答でございましたんで、ぜひ皆さんあのよろしければよろしくお願いします、はい、キューダーさんにぜひオーダーをしてください、はいはい、ということでしてね、何かまだおっしゃりたい、このメッセージを伝えたいってことがあれば一言。あ、もう本当にあの今日は水光さんのご縁をいただいておかげでいやいやいや商品を紹介することができました。もう本当に幸せです。ありがとうございます。またあのこれに懲りずね、あの、はい、ぜひお店にもお運びいただきまして、私の方もいろいろやれることがありましたら、はい、細かくやらせていただきたいと思いますんで。もうご相談に乗ってばっかりでお無理だっこでございますがあのコロッケを持ってまたお邪魔します。コロッケで作られるわけありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。9代の、はい、上田よしこさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、まあ、上田さんね、金言実直誠実か人間の皮をかぶって歩いてるっていいんだか悪いんだかすごくいい人なんです、こういう人がねバカ見るような社会はろくなもんじゃないですねと思ってるんですけど。何、そう、あの海苔の佃煮のねそのレシピの話してたんですけど、聞いてたんですけど、はい、結構有名なんですよ、あのパスタで、うん、あの調味料として使うっていうのって、うんうん、あの一番シンプルなのだと、うんうん、あのバターパスタみたいな感じで海苔の佃煮入れてバター入れてバター落として、それでシンプルなんだったらまあそれだけでもいいし、目玉焼きとか乗せて卵も合わせてもいいし、あとはまあほら和風であのねあのいろいろ材料がある人は小分けのネギ、あの小ネギとかいいかも、ネギとしらすを一緒に加えたりとかしても美味しいし、ネギしらす海苔、うんうんうん、ありだね、美味しいですよ、うん、あのあとの一番もっとあのズボラに行きたい人はトーストに、はい、あの海苔の佃煮塗って、うん、とろけるチーズ乗せてオーブントースターで焼くだけでも美味しいですよ。ん、海苔の上にチーズ乗っけんの。そう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 、だからジャムみたいにして海苔の佃煮を使う。なるほどなるほど、
美味しそうだね。結構ズボラ飯的な。あ、そうそうそう、ね、有名なんですよ、比較的海苔の佃煮のパスタって。なんだろうこの有能すぎるスタッフ。あ、リュウジとかね、ハガミリュウジさん作ってますね。そうなんだ。まあ、そのぐらい結構比較的調味料として使うとね、美味しいよっていうね。なるほど。トーストも多分ね、ちょっとあの海苔の佃煮トーストとかで調べるので出てくると思いますよ。うん、結構有名ですね。あのチーズ乗せて食べるのね。なるほどね。うん、調味料としてもね使えますよね。まあでも確かに、まあ今お腹空いてるからかもしれないけど、お腹空いてきたね。めっちゃ今しみました。はい。はい、ということでですね、はい、こちら、はい、最新刊、トモさんの前にあります、はい、ゴリラの王様ですね。こちら6月の最新刊ですね、群れを導くシリーズの2冊目、明日発売なんです。はい、6月30日ね。でなおかつ欧米ではですよ、はい、犬、うん、猫、あと馬、うん、豚、はい、この辺アメリカ人ね、豚ね、はい、あとね猿、これはね、うん、ヨーロッパ人が多いですね、がもう人気のペットといえばもうこの5種類なんですけど、日本では猿って言ったらペットっていうか、もうこう隣人っていうか、ちょっと扱いが違う、はい、まあ、猿で何を思い浮かべるかですよね。リス猿を思い浮かべる人はペットでしょうね。日本猿だとね、まあまあ一緒に温泉に入るかなって感じですよね。お猿がみたいな、よく話あるからね。そうそうそう、ゴリラはほらあれですよ、あのイケメンゴリラがすごい流行ったじゃないですか。ね、かっこいいイケメンゴリラ、うんうんうん、帯、若い女性がいっぱいあのゴリラ見に行ったじゃないですか、ね、今からでもそこなんかこの帯にあのイケメンゴリラの写真借りてイケメンゴリラ推薦とか書いたら売れないかな、ダメかな、うん、もうイケメンゴリラ好きの、ね、女性にもぜひ読んでもらいたいですよ ね、うん、ね、ゴリラはね、あのもちろんそのイケメンのゴリラいるけど、王様はゴリラの王様は中身がイケメンなのよ、もうとにかく、だから両面にわたってイケメン、はい、もうこれでですね、ぜひあなたの恋愛観を左右するほど大きなショックを与える一冊です。嘘ぴょん、はい、はい、ごめんなさい、はい、あのまあ、これはね科学絵本でもあるので、うん、ぜひあの科学あの家族形態のね、を考える時の参考に見ていただいてもいいかなと思ってます。あのね、3冊目がね、あとね狼が来ます ね、うん、ね、アメリカの出版社の絵本なんですが、アマゾンからですね私のところに、まあ、漢方が届くのが10月ですって、まだもうちょっと先ですね、来たら見せびらかします。もう絶対下川原さんのですね書く狼ですよ、皆さん下川原さんファン喜べ、はい、ぜひ皆さんに、見せびらかしたいと思ってます。でゴリラの後はですね7月20日にですね、子猫の夜の初めての冒険の絵本が、ね、出ます、さっき出てたやつですね、マシュマロですね、うん、はい、あのすでにあのデザイナーとしてねご活躍中の浅井玲子さんの初の絵本です、目下制作中です、はい、猫好きな人お小遣い貯めて待っててね、後悔させません、はい、うん、悲しくはなんないですね、なんない、うん、むしろあのほっこりしてはいねんねんっていうそういう絵本ですね、うんうんうん、はい、出てほしい。で8月にはですねあのクジラのプープーという作品がまた控えておりまして、うん、これもあの日本人の、絵描きさんと作家さんのタッグによります、素晴らしい絵本でございます、はい、さらに9月どんどんいっちゃうよ、うん、はい、9月はですね、実はあのここにこっそり置いて持ってるんですけど、去年これ10月に出しました、うんうん、秋の終わりの転校生、この宣伝しましたよね、しましたね、このクマがですね、うんうん、あの冬眠前の子グマがですねうっかりあの日本人じゃないわ、学校に学校に、うん、日本人間 の、 あの小学校にですね紛れ込んじゃうって話で、これ図書館界隈ではね比較的話題になった絵本でございます、はい、ありがとうございます。この、作家さん、ジャンリュック・アングルベールさんね、これもともとベデーって言ってフランス語で言うとこの漫画っぽい、漫画ですねの、作家さんなんですけど、絵本書いてもやっぱしうまくってですね、この人の新しい絵本が、9月に、同じく翻訳はこの橋爪さんでですね用意してます。内容はねプルシアンブルーって皆さん聞いたことありますよね、絵の具の色の名前なんですけど知ってます？プルシアンブルーはあの、うん、玉置浩二です、ごめん玉置浩二もそう時代が違うんですかね、うん、プルシア、うん、私がこうの、うん、子供の頃にプルシアンブルーの、うん、なんだっけあのなんとかっていうあの映画もあって歌を歌ってました、ね、映画もあったの、うん、映画もあったんですけど、映画は忘れてましたけど、うん、まあ、プルシアンブルーといえば、まあ、安全地帯だよねって思って、うん、いや台本読んでました、もっとガチで芸術寄りな話だった奇跡みたいにしてねプルシアンブルーっていうのが爆誕したんだよって、まあまあそっちもそっちで後で YouTube で聞きたいと思いますけどね、はい、こちらもお楽しみにと、はい、
でですね、まだちょい時間あるね。オッケー。行くぜ。はい。実はですね、ニジンスキーというですね、本がありましてですね。はい。あ、来た。ありがとうございます。こちらのみすず書房さんで7月3日発売の、まあ、新作、まあまあこれは金刊というところに出てくるんですけども、ちょっとアカデミックな感じなんですが、ニジンスキーって知ってる？ニジンスキー自体はよく知らなかったんですけど、うんうんうん、まあフィギュアスケート好きとしてはもうプルシェンコがニジンスキーに捧ぐという、うん、素晴らしい名プログラムがあって、はいはい、それを羽生くんが大好きで、はい、数年前に羽生くんがその音楽を使って自分のプログラムを新しいのを作って滑ったっていうのがあるので、うん、滑った道はあれでフィギュアスケートに通じてるよ。滑った道はゆずにつながる感じですかね。はい、まあ、このでもそれでね、はい、調べました。ニジンスキーさんってどういう人だったのかっていうのは私はね、はい、でも、まあ、10年しかですねダンサーとしては活躍されなかった方なんですけど、うん、まあ、近代バレエの創出者ですね、うん、こちらの鈴木翔先生、はい、長年20年30年ぐらいの知り合いなんですけど、今度出るということでご健康いただいてね、実はニジンスキーの誕生日が2つあるとかで、どっちが正しいと思うって言って私鑑定させていただきました。四柱推命として、で入ってます私の鑑定このご本の中に。こんな高尚なご本にありがとうございますって感じなんですけど、はい、ぜひ皆さん、そこら辺でね、売ってないと思います普通には。なので、大きい本屋さんもしくはアマゾンでご注文ください、うん、はい、はい、そして、はい、今日の光のキーワードはこの世はうっかり因果応報、はい、暦を踏まえて災難を避けようでした。ありがとうございます。はい、はい、ということですね、そろそろそんなもう時間かな。そう、もう時間ですね、はい、時間ですね、うん、じゃあもう難しいことは言わずにですね、はい、また次回元気で皆様お会いしたいと思います、はい、ありがとうございます。せーの、光の生活をあなたに。